はい、手のひら優雅と、もみのきひかるでございます。皆様、どうも、ごきげんよう。はい、はいはい本日は、フリートーク。いや、いや、ちょっと喋りたいことがあったのよね。いろいろとね。まず、どれからいく、どれからいく。どれからいく。えっと、まず、ベルバラ。ベルバラ。 そうや。そう110周年の作品が発表になったじゃないですか。うん、だねー。なんかすごない。すごい。 その前に私たちね星組さんが「RRR」をするっていうのでまずびっくりしたじゃないびっくりよあの流行りのインド映画そうよまだ見てないけどそうそうなんとか賞にめっちゃノミネートされて話題になってたこんななんかこんなダンスでしたんかすごい早いダンスなんかみんながショート動画とかでやってるのを見ましたけどあれやるんやっていうのがまずびっくりやったのにそのね110周年 ラインナップ出ましたねちょっとねいやーまずはまさき様がさきさま来たよーベルバラのフェルゼン編ですよほらみんなと言ってたじゃない言ってたよ。ベルバラ奴隷で見たいみたいなもし再演されるならとかね、はいうん、皆さんでライブとかでもよくお話してたじゃないですかやってましたねやっぱりさきさまのねフェルゼンみたいね、はい、とかいう話とかしてたじゃないやっ,やっぱ進行でもされてたしそそうそう。叶った すごいすごいっていうかもう大興奮やったんやけどすごいと思ういやーまたあ様の「<laughs> ゆきゆきフェルセン」が聞けるなんてもういやー楽しみーよかったね、うん、<laughs> やっぱ「ベルバラ」は大事ですよね。とかあったりさ、まあ、今度「ファイナルファンタジー」を、はい、よ空組さんでされたりとかゲームあれ何ゲームすごいねいねろんな分野に なんんかいくねうすご2.5次元みたいなまあまあ前からねそんな感じ最近ありましたけどそうねついにファイファンまでやっちゃうかと思ってしかも10んかねすごい結構1から10めっちゃ出てるんですよねファイファンのシリーズってね。フファァインううのそってよ私もドラクエ派だったのでファイファンはちょろっとしかやったことないんですけど。 なんかねすごいストーリーとかいいんですってね皆さんねすごいやってらっしゃる方わかりますよねきっとでほら何で今度花組さんではさ小池俊一郎先生が一本物のミュージカルを書かれるでしょううわ多分フランスモノっぽい感じでしたけどなんか読んでたら花組さんなんやね花組さんで小池先生の新作一本物ミュージカルちょっと楽しみじゃない本当ねねすごいでちょっと私また嬉しかったのがはい百十周年の に当たるのが、月組さんなんですよね、四月に。あ、そうか、そうか。初舞台生と当たるのが。で、正塚先生のお芝居と、中村一徳先生のショーなんですよ。 コンいや知らんけど勝手に言ってるけどなんか中村先生とかってさなんかそういう区切りの時に結構作ってるイメージが勝手にあるなるほんまはないんかもしれんけど勝手にある勝手にあるそうそうすごないですかでももちろんタ高スペとか式典とかねで運動会があるにあるっていう身には行かれへんけどそうね 今年はでもさ、もうあれがあるんじゃない。あれが何よ。あれがよ。何よ。あれよ。何配信あるよね。あると思うあると信じてる。いやあるでしょ。あるよね。だってこんなチュンの人しか入られへんねんね。そうや。だから10年前はなかったってことやな。そういうことそうや。だからやっぱさ、いうてもまあこのコロナ禍でいろいろありましたけど、そういうプラスの面もあるっていうことを見よう見よう見ようん。うん。 だからすごい楽しみの110周年のラインナップやねと思って <laughs> で最近のでちょっと暑かったのがさ熱いよ「しぼね」皆さん聞きました「しぼね」あるんだってあるんだってさんで今やっておられるんだって今ね宝塚でやってらっしゃる花組公演さんのショーの中で、まあ、岡田先生のショーなので「しぼね」の場面があるっていうのを伺ってグランドミラージュね。グラランドミラージュ もう感動よ、ね、感動いやだってさささ。そう私たち言ってたじゃない。私たちね1年前にねちゃんと予言してるのよ。予言してたよね。<laughs> 予言っていうかお願いしてたの。お願いしてたのよ。<laughs> あれ第301回のフリートークあれ。<俺>フリートークで北広瀬先生を語る。 5回を喋ってるんですけどそうなんですよその動画の最後の方でねしぼねーの場面の再演をしてほしい<う>っていう話をしててそうですよで私はさき様でやってほしいって言ってそうで手の平さんがなんとなんとゆずかさんでうん再演してほしいって言ってるんですよちゃんとね<え>すごい現実になってる <laughs> すごくないですかこれ誰が劇団関係者の方見てくださってるんですか見てくださってるだってあの時お願いしたもんね演出家の先生よろしくお願いします言ってたどの組か全組でシボネやってください言ってたすごいえもちろん私たちは90年代のしめいさんねしおんゆう様のシボネしか知らないですけどねその前のシボネとか見てらっしゃる方そうですよねとかからしても考えるかいと思うの 私たちだけでもさ<要>嬉しいし、うん、すごいなんかめっちゃ嬉しいねえたまらんや、うんたまらんいやあの, <laughs> あのしぼねがまた見れるなんてなんかすごい評判がよくって、うん、すごい皆さんがね、うん、中毒になるって。 ね世代はわ、ねうん、かるじゃないですか,かりますも今「しぼねい」っていう文字すら知らなかった子たち,、はい、ち方たちが見てくださって、うん、その中毒になるとか、はい、もう何回でも見れるとかそういうふうに何かいいことをねいっぱい喜んでくださってるっていうのを聞くと。 ああ、嬉しいな、そう思うね。超嬉しい。だから、シボネは色あせないのよ。そうなのよ。ね、ね。もうルパーゾンと同じ、<laughs> いつの時代もルパーゾンみたいな感じで、いつの時代もシボネなのよね。どういうこと。<laughs> ほれで、私たちがやっぱりね、うん、見たのよね、やっぱり。見た、まあ、前の指名承認様の。ね。たまらん。たまらんね。うん、たまらん。な。やっぱねー。うん あれやっぱしめさんのはもうもうもうここああっていうあの遠い目はもうもちろん最高やしやっぱ群舞っていうのがいいじゃないですか。そうで群舞、ね、の中でもなんか場面が結構さいろいろ変わっていくじゃないしぼねの中でもテンポ感が変わったりだとか。はい それもいいで最初男役だけっていうのもかっこいいもんねあの赤い場面ね赤いシルエットから始まるっていうのもいいし娘役さんとザーって入れ替わるとかもいいしなんかスピーディーやけど、うん、あの振り付けがやっぱり北先生なので,であのちょっと個個性性的的じゃないいでででですすすかはい、そうですよね歌手の人たちもしっかり前に出てたりとか芝居がかってたりとかそう,そういうのがたまらんくいいよね。 今回どこまでの再現をね同じ感じになってるのかっていうのはまだちょっと見れてないのでわからないんですけどんか衣装とかはねんか昔のテイストやったよくはなってたよんかなちょっと全く同じではないと思うけどねでもなんかセットはんか同じような感じやったよ 暑かったわいやそらでも夏にもってこいじゃないですか下ねこのパッション最強よみんなで踊りまくって踊りまくって終わるってそれともう一場面ラージュネスからボレルの場面にね再されてるめっちゃそれも嬉しい だってそこがね、あの葉山先生の振り付けの場面なんですっていうか、北先生と葉山先生で、あの指定ですごいもう岡田先生ありがとう神やわ神やな本当にやばいねやばいいやあのボレロの場面もめちゃくちゃ素敵なんですよ素敵よこれもね、もう一回見直したよね見直したよ、すぐにね高根吹雪様のそうですやばいやばいあれもなんか前半は男役さんばっかりのねそうです 振り付けで途中娘役さん入ってきてっていう感じでラジオネスでは、はいあのね、また後ろ大階段というか幕がぶやって開いたら,から高根さんと花ふさまりさんがいてっていう,うもうたまらあの二人たまらないですからね。やばいね熱いね本当 <laughs> いやだから言ってたんですよもう暑すぎてでも高根様が暑すぎてもうこの30度を超える気温の暑さなのか高根吹雪の暑さにはもう要注意みたいなもう熱中症になるから一瞬でって言ってね。もう高根様こう <laughs> こうやってもうはなちゃんをこう見てるこれ,これだけでも熱中症になるから,からね,ね水分補給してみんな! <laughs>」危ない危ない危ない!」って「やられる! <laughs>」高根さんにやられる!」って言水分と分って <laughs> そして見続けて! <laughs>」っていうねほんますごかった素敵よねあそこまでやってくださるのかね,ねどこまで再現してくださるのかな いやでも花房さんとかもほんと見てほしい見てほしいねこびないの高根さんにこびないのこびないこ、うん、びないよでね二人のねもうね、はい、もうこの腰の位置とかがぴったりくっついて、はい、もうねブレもなけりゃな安定感しかなくってもう息ぴったりよねそう誰もやっぱり高根さんのリードなんでしょうリードがうまいと私は思うはなるほどそして花房さんの高根さんにこびない感じのはい でも、うん、ちゃんとなんかあの、うん、後ろ向いて高根さんになんかこ,うこん困難とかされたら、はい、もうちゃんと顔がね <laughs> とかいう顔はできてちゃんとしはるんですよで振り返ってまたこんな感じとかこう,うこういう伏せ目がちをしてっていうなんかちょっとその感じが二人の感じがもうもう絶妙にいいの。絶妙でした。本当高根さん素敵もう花さんも素敵もうあのお二人がね。うん とかみすぎる。そら再演したくなるよ。ありますね。<laughs> えー、あそこまでされるんかがちょっと楽しみ。本当楽しみ。いやラジメスではもうそこが三組デュエットみたいな感じになるになっもうパレードになるので、はい。ね花組さんはまた別にデュエットダンスがあったっていう感じっぽいので、うん、どこまでねそのボレロの再演してくれるのかはまだ私たちにはわからないんですけどす見てないよね。いやでも楽しみ。楽しみ。 いやめっちゃ素敵やっぱ葉山先生の振り付けいいね。振り数の多さじゃないよね,そうですねいかに見せるかっていう見せ方ですよね,ねその美しさ衣装一つなびかせ方だったりとか、はい、もうそういうのを計算されてる振りじゃないかと私はすごく思うのでうま,た、ね、またそれがね、えー、こうやって再現される。そう まあまあ、もちろんさ、その賞自体をまるまる再演されるっていうのももちろん嬉しいじゃないですか、うん、そのダンディズムみたいな感じでいやでも、そのもう大好きな場面を一つをピックアップしてまた新しい賞にぶっこんでもらえるっていうのもすごい嬉しいよねいやだって岡田先生なんてもっとも本当素晴らしい賞を作ってらっしゃるじゃないですかだってまだね、はい、夢フラグランス,、ね、<laughs> <laughs> スのストレンジャーの場面はまだ再演されてないから。<laughs> 今日も月組はやるぞおー兄貴ーってやつこれあれやらやらへんかないやいいと思うよストレンジャー岡田先生よろしくお願いしますやっぱ月組さん月城さんで行くそう、ね、いやでも最高ですよ、うん、私も月城さん、うん、とてもいいと思うのいいと思いますうん。うん あのぜひ「夢フラグランスのストレンジャー」の場面 <laughs> ご存じない方はぜひご覧ください。はい,はい,はいというなんかすごい熱い話題が<う>ここねちょっと数日でメジオール大押しだったのでメジロー推しでございます <laughs> ぜひ皆さんと分かち合いたくて。はい、はいね また見てからさ、また感想。あ、そうそう。今度私たち花組さんは8月の1日の11時公演。はい、行かせていただきますので、もしあの感激ぶってらっしゃる方とかがいたらね、あの劇場うろうろしてると思うんで、ぜひお声かけてください。ください。はい。はい。それでは手のひらありがともみのき、光でございました。はい、皆様ありがとうございます。ありがとうございました。はい、来年も楽しみ。イエーイ。